林圭一二2月8日大は、日本の元外交官、最高裁判所判事。アイルランド中殺特命全権大使、外務省官房長、内閣官房副長官補などを歴任し、2011年から2016年6月まで、英国中殺特命全権大使を務めた。2017年4月、最高裁判所判事に就任。山口県徳山市出身。 大阪市立島屋小学校、大阪市立天皇寺中学校、大阪府立天皇寺高等学校を経て、京都大学法学部卒業。1974年外務省入賞。1975年から1977年英語研修、在シンガポール大使館、在ソ連大使館、在米国大使館、アジア局南東アジア第二課長、条約局条約課。 北米局外務参事官、在英国日本国大使観光誌、外務省大臣官房審議官、条約局長、国際法局長を経て、2005年から2008年まで、中アイルランド大使、大臣官房長、内閣官房副長官法を経て2011年から、中イギリス大使、同年4月29日に行われたケンブリッジ公、ウィリアムの結婚式には、 東日本大震災のため交代し、なると新郎に代わって出席した。2016年6月中イギリス大使を退任。同月株式会社三菱 UFJ 銀行顧問。2017年4月10日に大橋正春の公認として最高裁判所判事に就任。2021年2月7日、退官。ありがとうございます。